ヘボソ塚古墳は、兵庫県神戸市東灘区岡本一丁目にあった、古墳時代前期の古墳。六甲三南六の傾斜地に作られ、前方部を西北西に向け、全長が63メートルあった、前方後円墳だった。江戸時代の説明書図によれば、そばには小さな塚が20ほどあったという。明治30年以降ミニ地となり、市街化工事によって壊滅した。 現在は、平田細塚市の石碑があるだけである。本山村市より、ヘボソ塚より出土した、道京田三角園、三上に住居東京国立博物館像、明治28年の発掘調査によって、公園部の縦穴式石室より、鏡六面、石串白二個、まが玉、かん玉、小玉などが出土し、東京国立博物館に所蔵されている。鏡のうち、 二面は三角円新住居でいずれも、道半鏡、唐草文体、三上に住居は、加古川市の東車塚古墳出土橋と、道半、天音王、日月唐草文体、三上に住居は、長岡京市の長方寺南原古墳出土橋はじめ、道半が七面判明している。ヘボソという名は16世紀に初めて現れるが、 その由来は今もって判明していない。当地の伝承によれば、有原の成平の墓であると、摂津氏には挙げられているが、建設時期が合わず現在ではこの説は否定されている。俗用に、岡本のを鯖に立てるへボそつかぬのおる人は、岡本にありとあり、すでに、説明書随には、つかの名と同じく歌の意味もわからないとあるが、 旧正月の二日に、織姫が木を織る音が聞こえるという言い伝えがあって、上代の織姫と関連付けられていた。どう、谷拓は、おさばの、おさは、おさのことであると考えて、伝承と俗用との関連を示している。ありがとうございます。